湘南お寺シリーズ、今回は本覚寺一連宗のお寺でございます。鎌倉駅からまっすぐ南に下ったところにございます。本覚寺、さあすごいでかい山門が特徴ですね。周りにはでかいお堂があると、これは栄えてますね。なんか持ってますね。仁王像だけど、なんかちょっと出頭身が面白い感じですよね、うん、他の仁王像とちょっとなんか形がなんかでっぷりしてるというか、可愛いですよね。山門入りました。事務所ですね。いろんなものが売ってます。これが外から見えた大きいお堂ですね。依存堂かな、はあ、でかい。いやーすごいね。石が捕まりますね。人形を使う人形を何ていうの、人形を使う。庭園も整ってますね。素晴らしい。こちらが本堂になります。いやー綺麗ですね。ツルッツルですよ。てかなんだ、眩しい読めない、なんて書いてある。なんとか石碑なんですけど、妙法、妙法って書いてあるから、日蓮宗の何かの綺麗な席か。綺麗な本堂ですよね。いや素晴らしい。金がありますね。いや金があったらついてみたい。割と鎌倉のお寺はなんかつけないとこ多いね。日蓮城に分骨堂ですね。いや隣に幼稚園があるとか、お寺のお決まりパターン、ご幼稚園ですね。保育園かな。でかいお堂もたくさんありますね。そんなわけで鎌倉南部シリーズ、ラストは本覚寺でした。本覚寺なんか可愛いね。幸せ地蔵ってなんか可愛い。幸せになりますように。